ショッツ田中です。今回はバリスタを使ってチームデスマッチやっていきたいと思います。なんだこれなんだこれ。オッケーオッケー、いいね。オッケー、あ、待って、オッケー、危ねえ。大丈夫かな。オッケー、おー、抜いた今の。いいね、はいはい、いいね。おい、来た、こんちは。どうしようかな、これ5発、まあ5発あれば。ウェイウェイ、いいね、いい連携で続いてますよ。リロードするか、カチコン。おい抜く、おい抜く、いいっすね。なんだこれは、なんだこれは、私に何が起こってるんだ。やばいやばいやばい、おいおい飛ぶ、やばいね。目の前にブワーっていたりしない。おい、それはない、お前ふざけんなよこれ。おいおい、マジかよ。おい、当ててく、いいね。いやいや、今のなんつオチだよ。いや、ちょっと期待しちゃったじゃん。ダメだ、あそこはちょっと位置がね、あんまりこっち側に優しくない。あー、いる。おい、来た、やば、キレキレ、キワド、キワキワ、ボネ、おおおお、アウチ、あ、2発2発残り、残り2発、やべ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 よ。おい、ちょっと待って、反射はないって。ナイス味方さん、いいぞ。出れない、あー、もうなんで出れないんだこのバカチンが。オッケーオッケー、2キル。反対側じゃねこれ。3、ごめんね、邪魔が入ったけどごめんねっつって。オッケー、あぶね、ちょ待って待って、リロードちゃん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 、これは、あははははは、おっしゃ、おい、オッケーオッケー、あ、はい、というわけで今回はバリスタを使ってまいりましたけれども、やっぱりバリスタというかこうね、スナイパーは集中力が命ですねこれね。まあ今回はちょっとあれですね、バシ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 当てる場面もありながら、バシバシ倒される場面もねよくありましたよ。オッケー、ふう、いいね。あ、なんで今のちょっとジャンプ、なんかこのジャンプかわいい、ヒュッヒュって飛ぶ。エイコック使ってる、珍しいね。なかなかこうね、スナイパーのエイコック使いはいないですから、僕もねちょっとバリスタのエイコックの試合とかどうかなと思ったんだけど、結構難しいねあれね。オッケー、頭を狙っていく。あ、マジか、やるな。いや、エイコックのクイックは難しいんだよね、難しいねあれは普通に。うん、あぶねえ、いや本当に思うよ、やばいやばいやばい、あぶねえ。よし、多めですよ今回、いいですね。あ、いるのか、いるの分かってもな、こっち側からいいね、あっちお願いしますね。ちょっと
僕こっちに用事があるみたいなんで。あー敵がなんかバラバラちゃんだね。オッケーオッケー、ナイス、今のタイミング良かったよ。おおやば、あっちめっちゃいる敵が。え、今の当たらなかった？いやー厳しいな、今の当たんないのか。いや当たると思ったんですけどね。いやでも本当ね、この集中力っていうのが本当に、ね、あれだよね、重要だよね。切れると本当なんか何おおどういうことみたいな感じになるからね。最近僕ねちょっとあれなんですよ、ふと気づいたことがあるんですけど、ラーメン食べてないんだよね。命の源と言われるあのね、唯一食べ物の写真で裏切ることがないというラーメンですけれども、最近なんかね、僕もねやっぱりこうラーメン食べる機会が減った。あごめん、あ C4 破壊って、おお彼も、あごめん、味方が、こっちの味方がちょっと粗相しましたね今ね。彼の英国をちょっともらいましょうか。あ伝説の英国落ちてないかも。いやーラーメンをねほんと最近食べてなくてやべえなっていう。やっぱラーメン食べる機会ってこう外出ないといけないんですけど、やっぱ僕はね常にやっぱ部屋の住人なので外に出る機会がねやっぱないんですよ。お友達もいないのでお友達もいないのでとか言って、おっしゃ外にねこう行ってラーメン最近全然食べてないからさ、たまにラーメンの画像とか見るんですよ。なんか大盛りとかなんかいろいろあるじゃないですか。いいなーって久々に食べたくなりますよね。僕ねラーメンのね種類の中では味噌が大好きなんですよ。なんでね味噌ラーメンが食べたいなーって思いますよね。皆さん東京付近でなんか美味しい味噌ラーメンありますかね。ちょっと味噌ラーメン屋さんのちょっとガチ勢いませんか。意外みんな豚骨とか好きですけどね、基本的にはなんかこう豚骨だとか、まあ家系とか聞くけど、あれはなんだ、二郎系とか聞くけど何系とかってあるじゃん、あれとかってどうなんだろう。ちょっとねラーメン猛者になってないんでね、僕はちょっとぜひ教えていただきたいですね。やばいやばい、逃げる逃げる、おっぷね、当たる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 、あーもう挟まれちゃった。いやー今のいい流れ来ましたね本当に。いや僕本当ね、なんだっけ、家系って呼ばれるラーメンが確かあれだよね、ほうれん草と卵だよね、あと海苔だよね、そういうトッピングのあれで変わるんですよね確かね。あれも好きなんだけどね、こってりも大好きなんですけどね本当に。いやー家の近くにラーメン屋さんがなんかあってくれたらいいのにな。あーやば、さっきのタイミングはちょっと読めなかったかな。これ敵来るタイミング読まないといけないからな、それ大事。うわーずらしちゃったよ、もう今のコースでよかったのに、なんつうことをしてくれたんだ本当に。いやでも最近フェイトの映画が出たので、ちょっとあれ見るがてらラーメン食べてこようかなってね。うん、僕はなんて言ったって立川の映画館のね映画の年パス持ってますからね。やっぱりあの年パス持ってたらめちゃくちゃ安くなるんでね、映画1回見るのが1000円になるんですけど、平日は。危ね、大丈夫、こっち側に来るやつ。あ今の当たらないのは惜しいねいや年パス持ってるんで1000円ですよ、1000円、なかなか1800円から1000円になるのはでかいですからね平日。行こう、やっぱりだいぶ評価高いんでね、みんながこう見て面白いっていう人も多かったんでちょっと気になってはいるんですよね。こっちってさ、スナイパーで的にここは攻めるべきなのかな、滑り降りるべきなのか上にいるべきなのか、ちょっとあそこ悩むんだよね毎回。でもあの人もなんか分かってる。あーバカ、今ずらすな、危ね。あこれはあれですわ、自分のいる場所にこれ来るパターンでした敵が。おま
そこずれるんかい。君英国卒業したな。なんかさらっと英国やめてね。おい貫け男なら。英国スナイパーですごい人なんてなかなかね、みんな極めてないからいい道だと思うんだけど、まあというわけで今回はこんな感じで、やってまいりましたバリスタ。いやーちょっとね、だというか最近フェイト以外におすすめな映画もしかしてありますかね。ちょっとそこら辺もちょっと皆さん何かあったら教えてくださいませ。というわけで今回はこんな感じでやってまいりました。いやーやっぱスナイパー楽しいね。こうなんかよくわからない決まるときと決まらないとき、ちょっとねこういうスイッチがあるので、また皆さんもねやってみてはいかがでしょうか。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。